皆さんこんにちはギグ市長の柴橋正直ですまあ今日は回遊性のある街づくりについて皆さんにお話をさせていただきますこちらの画面ご覧くださいこれはあのギグ市がセンターゾーンの未来風景というものを発表し市民の皆さんにこれからのギグ市がどのように街づくりが進んでいくのかということをわかりやすくお示しをしたものですこのセンターゾーン この部分がセンターゾーンですけれども、四つのエリアから成り立っています。え一つは駅周辺エリア、え一つは柳瀬エリア、また一つは司の町エリア、で最後にえ岐阜公園エリア。まさに岐阜市の中心市街地を代表するエリアです。今あのこの各エリアを中心にさまざまなプロジェクトが進んでいます。え例えば この駅周辺エリアを見ますとここは JR 岐阜駅名鉄岐阜駅がありますけれども JR 岐阜駅の北側では今再開発事業が進んでいますまた名鉄岐阜駅も名鉄名古屋本線鉄道高架化事業が進むことによって鉄道が高架になるだけでなく名鉄岐阜駅やさらには周辺の不動産開発も含めてこれから大きく街が動こうとしています。次に 柳瀬エリアですけれども、ここは今皆さん岐阜高島屋の南の柳瀬グラッス三十五再開発ビルの建設が着々と進んでいるのをご覧になっていただいていると思います。えこのビルはえ二千二十二年度には竣工いたしますので、本当に柳瀬が大きく変わってきます。また岐阜市として今この柳瀬の中にある旧長崎屋の跡について。 今都市計画決定をしようということで準備を進めてますけれどもこの旧長崎屋を柳瀬広場まさに市民の皆さんに自由に使っていただける公共空間として整備をしていこうと考えています次に司の町エリアですがここは岐阜市役所の新庁舎そして皆さんに大変ご利用いただいているみんなの森岐阜メディアコスモスのある場所です ここはまさに司座の町、まあ行政とか市民の皆さんの公共的な利用ということでこの場所を整備をしてきました。岐阜公園エリアはここにありますように、一つはなんといってもですね、史跡岐阜城跡整備基本計画の策定をしましたが、これから山頂部の城郭景観の復元、三六の信長公の庭園の整備など、岐阜城の本物の価値を 皆さんにお伝えできるように整備を進めていきます。またこの水辺空間には川原あの川町づくりというですね計画を認めていただきましたが、この川原町から長良川の両岸に至るまでさまざまな環境整備、また市民の皆さんにこの水辺空間を自由に使っていただけるそんな街づくりを今進めています。さてこういったセンターゾーンですけれども。 回遊性ということも非常に重要です各エリアごとにプロジェクトを進めながらいかに市民の皆さんにまた観光でお越しいただけるお客様に回遊をしていただけるかということで2つの点で今日はポイントをお話をしたいと思いますまずこの柳ヶ瀬エリアと駅周辺エリアをつなぐ場所ここに小金公園が これまではこの小金公園整備をされたときに多くの皆さんにご利用いただいてたと思いますけれども近年非常にこの小金公園が逆にですねこの大事なエリアをこうつなぐ役割ではなくてこう分断してしまうようなそういった空間になっているんではないかという声もたくさんお聞きをしてきました。現在このの高島や南の再開発事業に合わせてて小金公園もセントラルパークとして 再整備をを進めていいまますす同じく年度には完成をいたしますでなぜこの小金公園のセントラルパーク化が回遊性につながるのかということですけれども公園というのは単にそこにも憩いの場としてお越しいただくのはもちろんですけれどもさまざまな例えばマルシェを行うイベントを行うあるいはこれからの公園というのはあの芝生も整備いたしますが。 この小金公園の芝生で体操をしていただいてもいいしいろんなこう市民の皆さんの多様な活動の場として使っていただきたいと思っていますこの公園の整備に入るにあたってオープンスペースラボ in 小金公園という社会実験を行いましたその時にはこの小金公園にお越しの方が柳瀬商店街にも足を運んでおられるというそういう調査結果も明らかになりました まさにこの公園が多くの人が集まる場所になることによって商店街との回遊も生まれますしまたこの商店街でも多様な皆さんの活動そして商店主の皆さんの顔の見えるですね商売があるわけですけどもこういったお客様が小金公園も憩いの場としてご利用いただくまさにお互いにですねぐるぐるとこう回遊するでこの人の流れがさらに再開発そしてまあ今も玉宮も 多くの商売がありますけれども駅前と人の流れがつながってくるま、そういった大事な場所としてこの小金公園まさに公共空間を生かした街づくりを進めていきたいと考えていますもう一つはこのつかさの街エリアですけれどもここにみんなの森岐阜メディアコスモスがありますがこのメディアコスモスの中にシビックプライドプレイスを今整備をしていますで、このシビックプライドというのは 地域に対する愛着や誇りという意味ですがこのシビックプライドプレイスはどういうものになるかというとこの場所から例えばギグ市内のさまざまなポイントをですね、ここで皆さんに発見していただいて街歩きの地図もですね、手に入りますけれどもそういったものを見てじゃあ実際に行ってみようということで各地に足を運んでいかれる方がいらっしゃる。 そういったあの町をつなぐまさに地の拠点としてのメディアコスモスをの役割をさらに高めていこうというのがこのシビックプライドプレイスですのでたくさんの発見や気づき岐阜の街のまさにあの再発見というものがですねこのシビックプライドプレイスから起きてきますそしてこの今高島屋南の再開発ビルの中では子どもたちの絵本もですね。 読んでででいいいいいただけるる空間ををを作っててこここここうといううとととと今準備をしていますすここには中保健センターも移設をするということで例えば3ヶ月健診6ヶ月健診小さいお子さんをお持ちの子育て世代の方が子どもたちを連れてこの保健センターにお越しになりあるいはいろんなお悩みがあったら相談もしていただけるさらにこの中では子どもたちが自由にですね屋内で運動もできる空間を作りますがそこに「絵本」というキーワードを入れることによって「 ここで本に親親しんだ親子がです、ね、えー、実際に今度はメディアコスモスにつながってここで本を借りるあるいは駅前にも図書館ありますから駅前にも来ていただけるまさにこの柳ヶ瀬エリアからもメディアコスモスからもさまざまですね町につながる可遊性につながるそんな仕掛けを私は町づくりの中で実は施しているんです。 まあこのセンターゾーンというものを皆さんに今日は知っていただきそれらを多くの方がこうぐるぐると回遊して町のにぎわいを作っていただけるそんな挑戦を今進めておりますのでぜひ皆さんも完成のあつきには大いに利用しみんなで岐阜市を盛り上げていきたいというふうに思います。